YouTube 体大学。どうも、YouTube 体大学の井上俊平です。今日も一緒に体の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれです。不調の原因は食べ過ぎということで、最近1日1食とか2食が体にいいんじゃないかということがいろいろ言われてますよね。そちらを分かりやすく今日解説していきたいと思います。このチャンネルのテーマです。体リテラシーを上げるということをテーマにお送りしております。皆さんの健康を高める正しい情報というのはこちらのチャンネルでは配信していきます。健康を高める正しい知識って何なのかっていうと、この3つです。予防する力、治す力、鍛える力。この3つの力が高いと健康を維持できるというふうになります。逆にこの力が弱いとですね、こんな感じになっちゃうんですよ。例えば肉や魚を食べないで、だんだん筋肉弱くなって歩けなくなっちゃう高齢者の方。肩こりしてんだけど、マッサージしかしてなくてなかなか治んないデスクワーカー。めちゃめちゃ筋トレして強くなってるつもりなんだけど、なかなかレギュラーになれないとかいう学生とか。この情報がないだけでですね、人生において大きな損をしてしまうので、こちらを我々は正しい情報をして補っていきたいと思います。ということで、このチャンネルでは3つの力を高める情報を配信していきますので、皆さんよろしければチャンネル登録をしてください。で、今日は治す力というのをテーマにですね、1日2食健康にいいのというところを話していきます。はい、まず結論から話していきます。成人したらですね、まず3食食べ過ぎです。食べ過ぎてるから、あらゆる不調っていうのは起きてくるんだと。1日2食もうこれが一番の結論ですけど、体にいいんですね。体にいいです。1日2食やった方がいいですということで、これを具体的に皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずですね、成人したら3食食べ過ぎというところなんですけど、1日に必要な、この成人した人の1日に必要なカロリーっていうのは1800から2200カロリーというふうに言われています。ただ現代の食事というのは、昔に比べてですね、すごいカロリーが高いもの多くなってます。コンビニ行ってパンの裏とか見てもらえば分かるんですけど、1個700カロリーとかですね。あとガストに行ってハンバーグ食べたとかやると、その定食食べただけで1200カロリーとか簡単に行くんですよ。だから現代の食事って実は1回1000カロリーって当たり前なんですね。これを1日3回取ってしまうと、もう簡単に分かりますよね。3000カロリーいくんですよ。そうすると 1.5 から2倍のカロリーというのをどんどん取るということが起きてきます。中高年の方、ぽっちゃり体型が多いわけですよ。ぽっちゃり体型になって、要は肥満になって糖尿病とかになっちゃうのって、これです。3食取ってるからなんですね。3食取ってる限りも、このぽっちゃり体型からなかなか逃れられないよってことです。そもそも体っていうのはそんなに消化できないというのもありまして、食事を取ってから食べ物って胃で 2,3 時間消化吸収かかって、小腸で5から8時間で、大腸で15から20時間ということで、全部足すと大体30何時間っていうのかかって消化吸収っていうのをしていくんですね。つまりこの消化吸収でこんだけの30時間かかるのに、1日3食 4,5 時間おきに食べ物をこう入れ続けたら、内臓というのはまだお腹の中に食べ物残ってんのに次のものがどんどん加わってくるということで、こうフル活動しっぱなしの状態を強いられるわけですね。まだ働いてんのに次のバーッと来て、また働いて、また次の来て働いてっていうのを繰り返すので、内臓がどんどんね、疲れちゃうんですよ。で、この内臓が疲れることによって不調がいろいろと起きてくるんですよっていうのが最近分かってきたという話です。ということでですね、食べ過ぎることによって内臓が疲れて不調が起きるということは今お話ししたんですけど、じゃあどんな不調が起きるのかっていうと、こんなこと起きています。まずですね、食べまくってる人、食後すぐ眠くなっちゃいます。で、これ社会人の方だとこれ結構難敵ですよね。集中しなきゃいけない会議でうとうとしてしまう、締め切りがもうちょっとなのにっていう仕事が眠くて進まない、こんなこと起きてくるわけです。で、他にもですね、胃腸がずっと重い感じがするとか、なんか最近疲れやすいとか、イライラするんだよねとか、あと最近なんか老けてきたなとか、で、血糖値が高い肥満とか、この病気とかになってきますけど、あとがんにもなりやすいとかですね、こんな感じでいろんな不調が起きてくるのがこの食べ過ぎなんですね。はい、まず食後すぐ眠くなる、疲れ、イライラ、これなんで食べ過ぎるとなってしまうのかというと、これです。ご飯とかパン、スイーツ、糖質がね、たっぷり入ってるんですね。これどんぐらい入ってるかというと、ご飯とかパンってスティックシュガー17本分入ってる。17本毎食こう飲んでるのと一緒なわけですよ。だから最近言われてるのは、このご飯とかパンの白い炭水化物っていうのはもう体に悪いから食べない方がいいよっていうふうに言われてます。食べた方がいいのは茶色い炭水化物ですね。麦とかオートミール、穀米とか、そういうのはいいよ。これらを食べると何が起きるかっていうと、体内では
血糖値が急激にギューッと上がって、その血糖を吸収するためのホルモンインスリンというものが体内に大量に分泌されます。だから血糖値がパンとか食べたからグーッと上がるわけです。でインスリンがわーっていっぱい出て、今度は血糖値を吸収するんでガクーンと下がるんですね。これをねインスリンショックって言ったりします。インスリンショックが起きることによってで、食後のあれです、皆さんが感じている眠気、あと寝れないことによるイライラ、こんなことが起きてくるわけです。そもそもこんなねいっぱい糖質取る必要ないわけですから、これをやっちゃうことによってこの眠気イライラくるっていうのはもうなんですかね、食べ過ぎることによる副作用なわけですね。ということで食後に毎回眠くなってしまう人、もう慢性的に血糖値が高い、この糖尿病とかにはぜひ気をつけてほしいな、検査してほしいなというふうに思います。毎回眠くなっちゃってる人は要注意ですね。食べ過ぎてるかもしれません。で次にふけるです。ふける原因何なのかっていうと、これが最近分かってきたのがこれです。活性酸素ですね。活性酸素っていうのが、まあ何もしなくても体の中でどんどん作られていくんですけど、食べ過ぎるとですね、実はこの古いミトコンドリアというのが体の中に増えてしまって、でこの古いミトコンドリアが活性酸素をいっぱい出すんですよ。で逆に新しいミトコンドリアというのはこれをやっつける抗酸化酵素というのを出してくるんですね。体の中のミトコンドリアが新しいものが多い人ほど老けないですよ。逆に古いミトコンドリアが多い人は老けちゃうよってことで、でこれどうしたらいいかというとこれなんですよ。16時間ですね食事をしないと体の中にオートファジーというですね、細胞を新しくしようっていう作用が活発になってくれます。そうすることによってこのミトコンドリアがどんどん作り変えられるということが起きてくるんです。食べ過ぎてる人っていうのはこのずっと食事してるわけですから、オートファジー働かない、ミトコンドリアが作り変えられないで、どんどん古いミトコンドリアが増えて、老けていくということが起きるわけです。食べまくってる人ってね、結構老けてる人多いんですよ。逆に美容家の人で、体をこう、綺麗に保つ人って、あんま食べてない人が多いです。はい。では次、血糖値が高い肥満ですね。はい。これは食べ過ぎとね、皆さんのイメージも直結するんじゃないかなと思うんですけど、食べ過ぎるとやっぱりこれ起きてきます。もうこれ具体的に説明していきますね。まず茶碗1杯分のご飯食べると、先ほども言った通りスティックシュガー17本分 50g の砂糖が入ってます。うどん食べるとどうなるかっていうと、スティックシュガー20本分 60g 入ってます。なのでご飯とかうどんをですね、まあ、3食食べたとしたらこれだけでも 150g ぐらいいくわけですね。1日に必要な量って実は 170g ですから、ここ3杯食べておかず食べたり間食したりすると簡単にこれ2倍3倍いきます。現代人って本当に糖質取りすぎなんですね。糖質取りすぎると何がいけないって言ったら、やっぱり糖尿病になっちゃったりとか肥満ってことが起きてくるんですよ。なので3食食べると簡単に超えて、でそして中毒性にも注意というところですね。これなんでねこんな糖質ばっか取る食事になっちゃうのかっていうと、砂糖に実は中毒性があるからです。これですね、本当に麻薬とかと同じなんですよ。砂糖って砂糖を取ることによって頭の中にこの快感を覚えるようなねドーパミンとかっていうホルモンが出てきます。砂糖糖質を取ってあげるとそれを繰り返したくなるっていう中毒性が人間は生まれてしまうんです。だからみんな砂糖いっぱい入ってもいっぱい食べて血糖値上がって肥満になって糖尿病になってっていうことを繰り返していくわけです。だから昔に比べてですね、明らかに糖尿病の患者、糖尿病予備軍の人ってもうめちゃめちゃ日本で増えてるんですね。で最後これです、がんになりやすいんです。これですね、国際がん研究機関とか日本がん学会っていうですね、がんを研究している機関がもうそれぞれ言ってるんですけども、例えば部位が11センチ上がるごとにがんの発症リスクは 1.2 倍ずつ上がっていきますよ。お腹が大きくなるごとにがんが起きやすくなるってことです。これ脂肪細胞というのががん細胞を壊すアポトーシスという作用を邪魔してしまうからというふうに言われている。なのでお腹大きい人でがんになりやすいんで注意です。で他にもですね、22種類のがんのうち17種類は肥満するほど増える。肥満の人ほどがんの細胞って増えやすいよってことです。これ恐ろしいというかびっくりなんですけどね。がんが発症する原因というのはタバコ、まあ、30% って言われて、タバコ 30% ぐらいがんの原因になってきますよって言われてるんですけど、実は肥満も同じなんですよ。タバコ良くないよってこうすごい太ってる人が注意したとしたら、いやお前の肥満も悪いじゃねえかってことですね。タバコ吸って肥満の人はもうなおさらですね。ということでこの肥満っていうのは非常にがんになりやすい、食べ過ぎっていうのは非常にがんになりやすいということです。ここまでですね、こういう食べ過ぎるリスク、食べ過ぎるとどうなるのってことをお話ししたんですけど、じゃあどうすりゃいいのってところをここからお話ししていきたいと思います。もうこれです。もう1日2食にしなさいです。3食今まで食えって学校で習ったんですけど、3食食べた方がいいって親にも言われたんですけどっていうね、
皆さんの固定概念一回捨ててください。もうあれは嘘だったんですよ。実はもう今の食事で言うと完全に3食食べ過ぎ、2食がちょうどいいです。これ説明していきます。1日2食にするともう何がいいのか、まず大前提として先ほどもお伝えした通り、3食ってのはもう食べ過ぎ、カロリーオーバー、砂糖オーバーなんで、2食にした方がカロリーも砂糖も抑えられるっていうメリットがまず一つあります。でそれ以外にもですね、こんなメリットがあるんですよ。16時間食べない時間を作ることでまず内臓が休めます。内臓が休めると何がいいかっていうと、先ほどの糖尿病とかですね、そういうものになりづらくなりますし、がんとかにもなりづらくなってくれます。ここの2つもすごい大事で、10時間食べないことによってここからですね、脂肪を燃やすってことが体で起きてきます。食べないとエネルギーがなくなるんで、自分の脂肪を燃やしてエネルギーにしようっていう働きが起きてくるんで、ダイエットしてる人とかはね、この脂肪を燃やすのがすごい10時間超えた頃から起きるんで、痩せていくでいいことが起きる。16時間食べないと何が起きるかっていうと、今度オートファジーですね、先ほども言った細胞を作り変える作用というのが働いてきます。でこれ先ほどミトコンドリアってことで言ったんですけど、それ以外も皮膚とか筋肉とかも全部わーっとこう作り変えられてくるんで、新しいものに入れ替わって体が健康に保たれるということです。で1日2食すごいいいよっていう話を今したんですけど、じゃあ具体的にどうやったらいいのと、今まで3食取ってたんだから2食にするのちょっとお腹空いちゃうよってみんな思うかもしれないんですけど、やり方簡単です。もうこれだけやればいいです。ですね、1日2食にするってことは1食抜くんですけど、朝か昼を抜いてください。朝ごはんか昼ごはんを抜いてください。朝ごはん昼ごはんを抜いてあげると16時間食べないっていう時間を作ることができます。なんか朝抜いただけだったら夜食って昼食ってだからそんな空くのって思うかもしれないんですけど、間にですね、例えば朝抜くタイプだったら夜食べてから8時間睡眠とって、で朝抜いて昼食べるってやるとですね、夜9時からだいたい昼の1時ぐらいまで何も食べない時間を作ることができるんですよ。だから16時間食べない時間っていうのを作れます。で昼抜くタイプの場合だったら朝飯普通に食べるじゃないですか。朝ごはん食べて、そこから昼ご飯抜いてちょっと遅めの夕食にします。11時ぐらい、こういう風にするとだいたい16時間食べない時間っていうのを作ることができます。ということで、この朝か昼をですね抜いて、こんな感じのスケジュールで食事をとってあげると1日2食っていうことができます。結構初めのうちはですねお腹空いちゃうかなと思うんです、だんだん慣れてくるというふうに言われてます。ただし食べていい時間については何食べてもいいよと言われてます。何食べてもいいって言ってもそんなにいっぱい人間食べれないので、1日1食抜いてあげるだけでも食事の量っていうのは結構減るよっていうことが研究で分かってる。ただですね、1日2食の食事法がいいよっていうふうに言われてるんですけど、これ僕なりの見解ですけども、ここには結構落とし穴があるなと思います。1日2食にすることによってタンパク質とかビタミンっていう人間に必要なエネルギー栄養素が足りなくなってしまう可能性があるからです。結構ねこれ取るの難しいんですよ。例えば野菜からビタミンって取れますけど、1日に必要な野菜ってどれぐらいかっていうと、この両手のひらにこう乗っけて、これを3つ分って言われてます。これ毎食これ食べるのも結構大変なのに、これ2食にしちゃったらこんなもう食べるの難しいじゃないですか。他にもタンパク質も片手のひらに乗るものを3つって言われてますよね。これも2食にしたらなかなか取るの難しくなってしまう。1食減らすだけでここ取るっていうのがなかなか難しくなってしまうので、なのでこういうことやってください。例えば朝抜いた人、朝食べない時には野菜とあとプロテインとかこういうものを取ってください。食べてるじゃんって思うかもしれないんですけど、この1日2食の健康法というのはですね、こういう野菜とかプロテインとかヨーグルトとかナッツとかこういうものは食べていいよっていうルールがある。食べちゃいけないのはこう食べ物の塊ですね。ご飯とかパンとか、あとお肉なんかもね、塊、消化吸収に必要なのが結構大変なものっていうのは食べちゃダメなんですけど、こういう野菜、プロテイン、ヨーグルト、ナッツ、こういうものは食べていいよっていう風になってます。朝とか昼食べない時に野菜をこう手のひら一杯分食べるのと、あとプロテインをこう飲んであげるっていう風にすれば、これだけでも1食分のビタミンとか、プロテイン、タンパク質っていうのは、摂取することができます。でさらにちょっとお腹空いたなと思ったら、こうナッツとかをね食べてあげるといいです。ナッツっていうのもですね、非常に栄養価が高くていろんなビタミン、ミネラル入ってますから、こういうものを摂取してあげることによって足りなくなったビタミンとかタンパク質とかこういうことを補うことができます。なので1日2食にするんですけど、食べない時には野菜、プロテイン、空いたらナッツ、こういうものを摂取してみてください。結論です。ということで、成人したらね3食は結局食べ過ぎなんですよ。3食食べるから皆さん不健康になってたんですね。なのでもうこの動画を見た人はですね、明日からもう3食食べるのをやめて、
1日2食にしてみてください。そうすることによって今まで皆さん感じた不調っていうのがどんどん解決していくはずです。1日2食は体にいい、これが結論になります。では今日はこれで終わりにしたいと思います。お大事にどうぞ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます、少しでも体リテラシーが上がったよって方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントをお願いします。またこの治療を受けてみたい、この治療を覚えたいという方は YouTube 体大学の公式 LINE アカウントがあります。概要欄の方から登録をお願いします。随時情報を配信しております。ではまた。